はい、こんにちは、こんばんは、豊洲商店です。本日はちょっと今お昼ぐらいなんですけれどもですね、このブラックファントムのフィンスプレッティングをちょっと動画に撮ってみようかなと思ってますので、今、動画回してます。でちょうど今こいつらですかね、めちゃくちゃいわゆるその威嚇行動っていうんですかね、フィンスプレッティングしてるのがよくわかるかと思うんですけれども、なかなか餌やっちゃったりするとですね、こういう行動が見れなかったりするので、なんかあと時間帯的なものなんですかね、もう私が見てる時間帯もあるかなと思うんですけれどもですね、なんか夜やってくれないんですよね。なのでお昼とかそういった時に結構激しく、そういう行動が見れるので、ちょっとそれを動画に撮ってみようと思って、今もう撮れてしまったんで、こいつらですね。なんかこううまく取れないですね。やっぱなかなかやっぱりこのなんていうんですかね、ブラックファントムのこの威嚇行動っていうのを取るってのはちょっとなかなか難しいんですよね。なんかその一瞬の輝きというか、なんかそのだやっぱプロのカメラマンの方とかでやっぱ一番綺麗なところとか撮ってらっしゃるじゃないですか。今回のアクアライフの大美香さんとかもそうですけど、やっぱものすごいですよね。やっぱりなかなかやっぱり素人がこう撮ろうと思ってもこう撮れないんですよね。ちょっとこのやっぱブラックファントムが最もブラックファントムする瞬間なんですよね、このフィンスプレッティングする瞬間っていうのは。なのでやっぱそこまで見ないとやっぱ勝ってることにならないというか、今ちょうどやってますね。フィンスプレッティングって言うんですかね、これなんかわかんないですけど、威嚇行動っていうか、俺の縄張りに入ってくるなってやってる。ちょっとこいつヒレ切れちゃってるんですけど、だからこのヒレがもうピンと立って、なんていうんですかね、で色がもう真っ黒に近くなるんですよね。こいつとか結構その薄いじゃないですか。この薄いのが全部真っ黒になるんですよね、こっちのこいつみたいな感じで。でもこいつもまた戻ってくるとその色が薄くなるっていうので、やっぱり人間と一緒で、なんていうんですかね、怒った瞬間顔真っ赤になるけどすぐそれが収まるっていうような感じと一緒ですよね。だとてもなんていうんですかね、見てて楽しい瞬間、勝ってて良かったなと思う瞬間ではあるんですけれども、ブリードで、こいつら買ってきたんですけど、やっぱ買い込んでくるといいですよね、ものすごく。今すごいいい感じですね、いい感じで撮れてますね。そこら中でいっぱいやってますね。こいつもいい感じでステイして、もっとこのど真ん中の方でやっていただけると非常にありがたいんですけれども、なかなかそう言ってやってくれるようなやつらではないので、なかなか難しいですけれども、ちょっと今お昼なんでちょっと光が入っちゃってあれですけど、やっぱなぜかここら辺が一番盛んですね。壁沿いだからですかね。なかなか、水槽全体あって、やっぱこの右側の端が一番なんていうんですかね、この落ち着けるようなところなのかなという感じはするんですけれども。なかなかうまく取れないですね。ちょっとここで待ってみますか。
なかなかうまく撮れなかったんで、こんな感じでちょっと動画終わろうと思うんですけど、まあブラックファントム、まあなかなかちょっと渋い魚っちゃ渋い魚なんですかね。やっぱレッドファントムとかの方が、赤いって感じで飼ってて、まあ面白いと思うんですけど、やっぱブラックファントムも、特にこのメスですかね、メスが結構赤くなるっていうか、サーペっぽくなるんで、なんかやっぱものすごく、で、やっぱオスはきっちり黒いんで、やっぱそこら辺、非常に飼ってて、面白い魚なので、ぜひ皆さんも飼われるとよろしいんじゃないでしょうか。ということで、豊洲商店でした。